クシャーのサーサーン・アサの領域クシャーのサーサーン・アサは、3世紀と4世紀、および6世紀から7世紀の間、インドア大陸の北西部に支配を確立した、サーサーン朝の分流である。サーサーン・アサは、パルティアに対する勝利のすぐ後、アルダシール一世の治世中の230年頃には、バクトリアまで領土を拡大し、彼の息子シャープール一世の時代には、 クシャーナ朝の丘陵まで拡大した。弱体化していたクシャーナ朝は西部領土を喪失し、バクトリアとガンダーラはクシャンシャーと称するサーサーン朝の反王に支配されるようになった。325年頃、シャープール2世は南部領域を直接管理のもとに置いていたが、北部ではキダーラ朝の交流までの間クシャンシャーの支配が維持された。 410年からバクトリア、続いてガンダーラはエフタルの侵入を受け、彼らは一時クシャーのサーサーアンアサにとって変わった。彼らはインドエフタルとして知られるようになった。特決西面のシツテンミツとサーサーアン朝のホスロー一世とが共同で558年にエフタルへの攻撃を開始し、565年に連合軍によってエフタルが打倒されるまで。 インドエフタルによる統治は続いた。以後、再びサーサーアン・アサの王族がこの地に支配を確立した。予言者マニはサーサーアン・アサの東への拡大につれて東へ向かった。それはマニをガンダーラで栄えていた仏教文化に触れさせることになった。彼はバーミヤンを訪れたと言われており、そこには彼の作になるといういくつかの宗教画があり、彼が しばらくの間そこに住んで教えを広めたと信じられている。また彼は240年か241年にインドのインダス川流域に向かって出版し仏教徒であったトゥーラーンの王を回収させたと伝えられている。その際様々な仏教の影響がマニ教に浸透したと考えられる。仏教の影響は マニ教の協議構成にあたって重要であった。リンネの思想は、男女の僧侶らに与えられたマニ教の共同体における4つの理解を定めるものとなり、それを補助した在家集は、仏教徒の参画をもとにしたものと考えられる。クシャーのサーサーアンアサは、サーサーアンアサの皇帝が、首領や裁判に従事している様を描いた銀器や織物を取引した。サーサーアンアサの芸術は、 クシャーナ朝の芸術に影響を与え、数世紀の間インドは大陸北西部で影響力を持ち続けた。クシャーノサーサーアンアサは様々なコインを鋳造した。通常、コインの表には成功な頭飾りをつけた君主が描かれ、裏にはゾロアスター教の火の祭壇家、芝神とオウシナンディが描かれた。ありがとうございます。